ケース・ジョナ・サン・ダーノーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、トーランス出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB のカンザスシティロイヤルズ参加所属。弟のトラビス・ダーノーもメジャーリーガーである。聖の D ・アルノーは、ダーノーと発音する。ロサンゼルスのスポーツ競合校であるロス・アラミトス、高等学校時代の2005年に MLB ドラフト44巡目で、 ロサンゼルスドジャースから指名を受けるが、契約せずに、ペパーダイン大学へ進学した。大学時代は、エリック・テイムズとチームメイトだった。3年後の2008年の MLB ドラフト4巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。2011年6月24日の、ボストン・レッドソックス戦で、メジャーデビューし、5回に、ジョン・レスターから、 メジャー初安打となる三塁打を放った。メジャー初安打が三塁打だった選手は、1998年4月30日のチャンスサンフォード以来13年ぶり。2013年3月2日、左親指の人体再建手術を受けたため、60日間の故障者リストに入った。5月16日に A 級ブレーデントンマローダーズでリハビリを開始した。同月18日に、 AAQ アルトゥーナカーブに25日には AAAQ インディアナポリスインディアンスに移動しリハビリを続けた。同月31日に故障者リストから復帰し以降は AAAQ インディアナポリスでプレーした。2014年2月24日にブレントモレルの加入に伴ってリーフとなり3月1日にマイナー契約で AAAQ インディアナポリスへ降格した。その後、 9月にセプテンバーコールアップで2年ぶりにメジャー昇格した。オフに FA となった。2014年11月13日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2015年は参加のトリプル A 級リーハイバレー・アイアンピックスでプレーし、インターナショナルリーグの全日程終了後の9月14日にメジャー契約を結んだ。メジャーでは11試合に出場し、 打率は176ながら3塁打を1本放った。守備についたのは遊撃手で3試合と3塁手で1試合で、いずれも無失策でこなした。10月9日に FA となった。2015年11月24日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2016年の開幕は参加のトリプル A 級グーイネットブレイブスで迎えたが5月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたこの年は内外野のユーティリティとして出番を大幅に増やし84試合に出場バッティング面では打率2451本塁打21打点9盗塁という成績を残したディフェンス面では 遊撃手で出場した21試合が最多で、1失策、守備率98。983DRS-2 ザーマイナス0.3と、やや平均以下の守備だった。ついで19試合で3塁種で無失策、d r s レーザープラス1.5と、遊撃よりも安定した守備を見せた。10試合で守りについた2塁種では、1失策、守備率。 976DRS-1 ザーマイナス0.9を記録した。ガイア野3ポジションでは、計88.0イニングで無失策、DRS0 ザーマイナス0.2と、ほぼ平均レベルだった。2017年4月25日に、DF となった。2017年4月27日に、ウェーバー工事を経て、ボストンレッドソックスへ移籍したが、5月18日に、 ヘクター・ベラスケスのメジャー昇格に伴い、ディーフとなった。2017年5月22日に、ウェーバー工事を経て、サンディエゴ・パドレスへ移籍した。パドレスでは22試合に出場し、49打数7、アンダー、打率、143得調で、7月4日に、トレバー・ケイ・ヒルの故障者リストからの復帰に伴って、ディーフとなり、7日に、 マイナー契約で参加のトリプル a 級エルパソチワワズへ配属された。10月3日に FA となった。2018年1月4日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加のトリプル a 級サクラメントリバーキャッツで迎え、7月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 レギュラーシーズン終了後の10月22日に40人枠外となって、AAA 級サクラメントへ配属された後、24日に FA となった。2018年12月17日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は開幕から、 参加の AA、A、級ナッシュビルサウンズでプレイしていたが、6月17日に自由契約となった。2019年6月21日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結び、参加の AAA 級オマハストームチェイサーズへ配属された。自身の名前を冠したロックバンドを率いており、CD デビューも果たしている。ありがとうございます。